どうしたら9億借りれるんですかあ、いや、まあ。どう、どういう、僕の余震でも借りれなそうな気がするんですけど。はい。正直言うと今7億円で、つい、一昨日ぐらいにもう2億円追加もらったんで、で9億円です。個人から借りてるっていうことですかえっと、1個は、3億円。これ言っていいのかな言っていいと思います。はい。もう言っちゃったんで。はい。なんであ、そうです。さんから貸してくれって。 ともう2億は普通に先輩で最近の2億も,も普通に先輩あ普通に先輩ですね普通に先輩が2億ああ <laughs> <laughs> 面白いはいタイガーファンディングでトラハあればいいだけの話だよねその方有名な方ですかいや全然有名ではないですはいまあ、でもまあやっぱお金持ってるひあのなんか2億円まあまあ結構仲良かったりとかあとグッズ作ってるくれくれてる会社も2億円借りてます。 で僕たちの T シャツとかタオルとか作るたんびにこうお金が入るんで一応。ちなみに9億何のために借りたんですか、はい、なんか目論みがあって9億を集めてるわけですよね。そうです。もう海外進出したいと思って。今の話だと別に9億なくても進出できそうですよね。その SNS の力を使えば。そうですね。いやでも、なんて言うんですかね。まあ、最初はお金払ってなんもじゃないですか。って <laughs> 思,思ってます。<laughs> <え>あの逆に言うと僕、<れ>その、 SNS 広告とかなんとなくわかるから、元本があればうまくいくってやっぱ思ったりするし、やっぱ、ヒカキンさんみたいな人がタイにもインドネシアにもいろんなところにもいるわけじゃないですか。いきなり海外から来て日本の人も知らないじゃないですか。コラボするメリットないですよ。なんで、もう普通にギャラ払ってコラボしてくださいみたいな。はい。テレビとかも安いんですよ。スポンサーになっちゃえばめっちゃ早いんで。で、やっぱ物価も全然違うんで、東南アジア。それでもボンボンお金払ってボンボンテレビ出てます。そろそろ9億円でプレゼント企画はやらないんですか 日本だったんで海外進出と今回のは多分皆さん別にその海外のフォロワー増えたってどうでもいいじゃないですかちょっと世界一っていうところとあんまりなんかつながってこないんですけど勝手に解釈するとこれを僕らでとりあえず僕らの1500万円で実験っていうか一回やって実績作ってさらにいろんな人とやりまくるみたいなイメージですかそれで世界一のフォロワー数みたいなああ違います違います,違います違 世界一ってだって日本の本国の人気はまだまだ取れてないところもあるし、まだまだ増やしたいし、はい、上には上がいるんでまだ、やっぱヒカキンとかはじめ社長とかもいるんで、それでも勝ちつつ、海外もちゃんと取りたいと。うん、で、海外の方でプレゼンしても何も多分刺されないと思うんで、国内で一緒に盛り上がりませんかっていう話を今回しに来たってことです。だから、世界一っていうのは僕知名度とか人気とか、このビッグになりてえみたいなところなんで、はい、まず日本の意いも絶対に必要だと思います。はい。はい 今回は、意図的に、はい、多分、僕らと、その DJ 社長のフォロワーって、結構被ってないじゃないですか。要は、被ってないところを狙いに来てるってことで間違いないですかおっしゃる通りです。ビジネス系を狙いに来てると。おっしゃる通りです。もうあの、正直言うとですね、あの、YouTuber のイメージちょっと払拭したいっていうところも、ちょっと本音ではあるんですよ。要は、なんていうんですかね、芸能人になりたいっていうか、なんですかね、例えばガクトさんとか、ホリエモンとかって、今流行ってるかって言われると、 流行ってるってより、もうずっとこう、ありますよね。YouTube って、まだ流行、こうな、こうなんですよ。あいつ終わったねとか、こいつ今来てるねとか。そこの段階から脱出したいんですよ。っていうのもあって、でもやっぱ、日本のボリュームショッってやっぱ、ビジネスだって大人だったりとか。で意外になんですけど、僕たちの YouTube の視聴者層って、めっちゃ、大人が多いんですよ、意外に。その、なんで、意外にささ、マッチはしてるし、もっともっといるし、みたいな。 ところも、熊へ行きたいって感じです。はい。一番のボリュームゾーンって何,何歳ぐらいですか ?18 歳から24歳が YouTube では一番多いです。で、70%男です。僕たちの YouTuber は。うん、他の多分、パッと思いつくような YouTuber いるじゃないですか。うん、フィッシャーズ、東海オンエアとか、コムドットとかあって、あれって多分、8割18以下です。えー、僕たちは逆に言うと、半分以上が18歳以上なんですよ。えなんでなんですかうん、汚いことばっかりやってたからだと思います。 あの、こ、子供が見ないのかなみたいな。はい。親が見させてくれないみたいな。はい、多分。